だから僕はここから手足を生やせばいいと思うんだよ。何でもかんでも生やせばいいってもんじゃねえぞ。そっちの方が絶対便利だよ。どうしたんだお前ら。ああマザキ、夏休みの自由研究だよ。ほらこれ見てよ。うわなんだこれ気持ち悪い。新型のスマートフォンだよ。よりスマートっぷりを上げるために手足を生やしてみようかなって思ったんだよ。聞いても理解できる自信ないけど、一応順を追って説明お願いしようか。いい？マサキ、スマートフォンって名前の割に全然スマートじゃないじゃん。ポケットに入れたらポケットが膨らんで不格好になっちゃうし、カバンに入れると中でごっちゃになって出しづらい時ってあるじゃん。だから手足を生やして自分でついてきてもらえばいいってわけさ。結論も発想も唐突に飛躍したな。なあシエル、俺も考えたぞ。このスプーンの先に切れ込みを入れたら、スプーンとフォーク両方の効果が得られるんじゃないか。ボークズ、君天才だ。それもうあるって。なんという大発見なんだ。ノーベル賞は僕らのものだ。お前らのバカさ加減がノーベル賞ものだよ。ストローの途中を蛇腹状にすれば、途中で折り曲げられて飲みやすくなるんじゃないか。それはノーベル賞ものだ。だからもうあるって。むーん、さっきから文句ばっかり言うまさきに、なんかアイデアないの？無茶ぶりがえぐくね。文句だけは誰でも言えるぜ、ベイビー。さあ、お前もなんか言ってみろ。ハリーハリーハリー。じゃあ、冬とかだと手袋したままだとスマートフォンとか使えないだろ？だから手袋の指先をちょっと切れば外す必要なくなるんじゃないか？それ手袋の意味ないじゃん。考えてから喋れよ。死ねよ。くたばれよ。カース。僕はウサギの子供です。いつもゾウさんを食べてるよ。まずいです。じゃあね、バイバイ、元気でね、バイバイ。